です。低いボールが入ってスラしたところ、これは先制点。開始1分半コーナーキックから取りました。最後は増田の頭だったでしょうか。末吉のコーナーキックからでした。まあ、僕これ言おうと思ったんですけれども、やはりゴール決まってるのってまあ両チームとも言えるんですが、はい、約5割ぐらいなんですよね、ですからこの立ち上がりのところで、まあ、特にこのボールも良かったんですけれども、大黒はですね、最初ニアのゾーンにいたんですけど、はい、ポジション変わらなかったんですよね。でそのまま前にニアに走ってきて、これ大丈夫かなと思ったんですけどね、そこうまく増田が、ね、入っていきましたよね。いやですよね、パウロを剥がしましたからね、